もこんにちは、 AKB48 チームエトという向け代表のハルピョンこと橋本ララです。さあということで、久しぶりに作業、1ヶ月ぶりぐらい、そんなじゃないかな、半月ぶりぐらい忘れたんですけど、作業配信をしていきます。本当に私集中すると何も喋らなくなってしまう可能性もあるので、喋ってるハルピョンが見たい人はマジで多分今寝て、夜に見た方がいいかもしれませんということで、本日のドリンクはこちら、ガセリ菌 SP 株ヨーグルトです。なんか私が好きな YouTuber さんがなんか乳酸菌を摂取した方がいいっていうのを、なんかダイエットしてる時にそういうことをしてたっていうのを聞いて、別にダイエットしてるわけじゃないんですけどしたいけどできない体質というか、続かない人間なんで、ダイエットしたいわけじゃないけど、まあみたいな、やれることからやってこうみたいな感じのあれで、毎日1週間毎日乳酸菌を体に入れるということをここ最近やり始めまして、まずは1週間やってみようっていうことで始めました。こちら、よろしくお願いします。ウェヤンさん、ハートありがとう、ありがとうございます。作業しましょう、作業。ABCDEF
ちは。一緒に作業、課題など、勉強など、ぜひしましょう。もうがっつり横顔ですね、今日は。はい、ちょいちょい喋るんで、うるさかったらすいません。パソコンです。こんにちは。1時間ぐらい頑張るんで。
乳酸菌ってやばい、もう飽きた人がいるここに。やばいやばい、すいません一番飽きちゃダメなやつ、すいません。違うんですよ、3時ぐらいからやってたの一人で。そうだから飽きるのは正しい時間なんです。1時間やってたんで、はい。決して15分で飽きてるわけではないですよ。
明日から春直しさん、ハートありがとうございます。肩音がいいってめっちゃくる。ぜひ寝てくださいこれで作業しろって言ってんのにこれで寝ろって言ってんの意味わかんないよね。
ちは。なんかポワンってなってた。OL できそうですか。OL になろうかな。作業配信って何をしているの？作業です。作業をしてます。
何をするかってこと。みんなは私を見てって感じ。やばい。私生活覗き見、はい、最後雑、これでいいや。
よし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 、ちょっと待って、よしよし、今日のノルマは OK。 今日のノルマは一旦クリア。橋本偉い、君は偉いよ、本当に偉い、よく頑張った。終わったよって言ってまだやってんの？違う違う、そういうことじゃないの。あとちょっと、いやこれはやんなくてもいいんだけど、一応ね今のうちにやっといた方が次楽だよねみたいな感じ。すぐ終わる、すぐ終わる。よし、中井くさんハートありがとう。よし、今日の作業は終了。今日は洗車をしてましたって。うちのママとパパの車もぜひ洗車してほしいものです。洗車は曇りの日に限る。なんで？晴れた日じゃダメなんですか？いや雨じゃないのは分かるけど、晴れた日はダメなの？
なんで？謎。洗剤が日光で乾いてシミになる。曇りだったら何で乾く？危ない。保存するの忘れそうになってた。保存は大事。ああ、拭き取る。なるほどね。そういうことね。拭き上げるときにその洗剤くんたちが乾いてなければ拭き取ることだね。拭き取ろうみたいな感じってことか。理解。拭き取る前に乾いちゃうってことでしょ、洗剤が。そうなるとちょっと困るよねみたいな感じね。理解。違う、今保存をしようとしてるだけなんで。まだやってんのって言わないでください。違います。今は保存をしようとしてるだけなんで。保存は大事保存は大事なんでさせてくださいね。保存しないと今日今やってきたことが全てパーなので。洗車動画が面白い。見たことない。見てみよう今。YouTube。なんかそんなに時間長いやつやだな。40分の手洗い洗車、20分で見、あ、お、これを12分でやってるのを、私はこれを2倍速で6分で見ます。あ、待って、この人あれだよ。洗車、え、何？何で洗車してんのこれ。まず高圧洗浄機で砂、ほこりなど落とします。だって、あ、そういう感じ。高圧洗浄機なんだ。水道水。洗車は曇りの日朝方、晴れた昼間ボディが日差しで温まり水道水が乾いて水しみに、お、同じこと言ってる。水しみになってしまうと落とすのが非常に大変です。真夏は暑いので洗車も辛く、水も乾きやすいのでディーラーや洗車ショップに依頼しましょう。だっていや、洗車してる動画で言われたくないわその話ね楽しそう。すごい。でもこんなんってさ、なんかさ、それこそさ、ポニーテールとシュシュっていうあの曲が AKB にあるんですけど、それのさ、なんかそういう感じでさ、なんかウェーイってやってたら絶対楽しいだろうけどさ。いや、もちろんその本格的に洗車をしたい人とかは多分楽しいと思うんですけど、こういうね人たちは、私たちみたいな人たちはきっと、こんな大変なことやってたの？
今日お疲れじゃん。あ、なんかこうやってこういうのじゃないんだ、洗車って。へえ、やったことないですよ私は、洗車なんて。だって40分かかるんでしょ、大変そう。この人面白い。いつまでも スポンジをすすいでるとずっと泡が切れないので程よくしますみたいな。ウケる。車はハルピョンさんは持ってないですよ。お友達の車とかはそうです。運転はないか、間違えたわ今。友達の車運転したことないわ。友達に車乗せてもらったことはあるけど、友達の車運転したことないわ。パパとかママの車を運転することはありますけど、楽しそう。いやでも楽しそうだけど、やり始めたらめんどくさそう。多分ね、そうですね。まず富山はよく雨が降ったりとかしたりとかするので、基本そんな、いやまあ分かんない、やる人はやるんじゃない。でもうちがそんなに洗車をそんななので、うちは本当に超絶たまにガソリンスタンドとかの洗車にお世話になるぐらいですよ、発車の時は。うん、分かんない、パパも若き頃はしてたのかもしれない。今じゃもう洗車機ですよ。やばい、酔った。40分の動画をまずこの人が編集で12分にしてくれてて、その動画を今私は2倍速で6分で見てるので酔いました。やばい。ごめんなさい。車酔い、なんかよくわかんない意味の車酔いをしました今。洗車を見て酔うっていう。洗車見て車酔いすんのやばいよね、面白ある意味。すごすぎる。作業が終わってからでよかった、本当に。それハルピョンに酔ったらどうしたらいいですか、だってやばい。どうしたらいいんだろう、もうそのままで、そのままで変わらないで。
ということで、酔ったので、私は酔ったし作業終わったし、私はしばし休憩をします。パパとかママが帰ってくる前に今日の作業が終わってよかった。私人がいると集中できなくて、でも人に見られてないと集中できなんかわがままなんですよ。そうだから多分これが一番集中しやすい環境、わかります？人そのものはいないけど、でもファンの皆さん様が見守ってくれてることによって集中できるっていう、これが一番ハルピョンが集中できる環境かかもしれない。うん、ありがとうみんな、今日も見守ってくれて、これからも見守りよろしくね。それではちょっともうちょっと、このさ最後ってさ飲み切りにくいですよね。ごちそうさまでした。あ、さっき話そうと思った話は、乳酸菌はお腹いっぱいの時に取ると一番その乳酸菌の効果を発揮するんですよ。そうなので皆さんもぜひ乳酸菌を体に入れようって思ったら、空腹の時よりもお腹いっぱいの時に乳酸菌を体に取り入れることをおすすめします。はい、ランキングを読みたいんですけど、携帯ってどこに、え、やば、携帯ない、あった、お尻の下、危な、今日今攻撃受けてなくてよかった。お尻の下にある町だ、危ね危ね、なんかいやそんな温まってないけど、なんか友人がハルピョンのドボンのチェキとアクリルキーホルダーを当てたらしい、おめでとうって伝えといて、なんかなんか私、まあ私のファンの方なのか、まあ普通にドボンは私のことを使ってくれてただけなのかわからない人がいるんですけど、その方がなんかなんかハルピョンか、え、誰だったかな、〇〇さんのなんかどっちかのアクリルキーホルダーが届きましたみたいな、どっちかわかんないですけど嬉しいですみたいなツイートをされてて、でももう明らかにハルピョンじゃないわけ、私はさ自分が三つ編みなんですよ、私のやつって。そうだから明らかに私のじゃないっていうのはめっちゃわかるんですけど、どう見ても私じゃないでしょみたいな、そのアクリルキーホルダーだったの。そうでもまあ確かに私が三つ編みっていうのは、まあ、ハルピョンは知ってるけど、多分ファンの方とか、まあ、いろんなねあのメンバーのことのあれで応募してる方とかは多分分かんないんだろうなみたいな
そうって思って、まあでもまあ別にいいんですけど、私はそのツイートに対して、あ、ハルピョンじゃないよってツイート引用リプ普通にリプしたかったけど、なんかツイッターってなんダメなんですかね。なんか普通にインスタとかはさ、コメントに関してさコメントするじゃん。でもツイッターってダメなんです、なんかわかんない、ツイッターがあんまなんか難しい、なんかツイッターだけなんか厳重じゃない。そうダメなのかもいいのかもわからないから、ちょっと何もなんかあんまちょっとなんか下手にしてしまうと怖いからやめようと思ってやめたんですけど、そうでもまあ見た写真いいねしたりとかしてるし、ちょっとツイッターはあんま謎なんですけど、まあとりあえず私じゃないなと思いながらそのツイートを見てましたっていうどうでもいい話でした。じゃんじゃん、ということでそれではランキングいきます。いきます。1位ベベモン一等兵さんありがとうございます。2位 A ダッシュアットピョンズさんありがとうございます。3位フナエモンさんありがとうございます。4位マックミックさんありがとうございます。5位明日から春直しさんありがとうございます。6位ジョニーさんありがとうございます。7位寝ましたさんおやすみなさいさんありがとうございます。8位、カーとピョンズさんありがとうございます。9位鉄ピョンちゃん超かわいい大好きさんありがとうございます。10位、ナーニャ神推しさんありがとうございます。11位レクサーとピョンズさんありがとうございます。12位マーイーカーさんありがとうございます。13位ゆきさんありがとうございます。そして本日のラッキーエイト88位はかんやとさんです。ありがとうございます。完全にもう画面酔いしました、やばい。皆さんもYouTube を2倍速で見られる際は注意してください、画面酔いしますので。それではまあ今日全然話してないので、夜また話す配信、ご飯食べ終わったら話す配信はしようかなって思ってるので、また話す配信の時はぜひ遊びに来てください。それでは作業配信ありがとうございました。またね、バイバイ、ありがとう、 See you、 さよなら。